舌は動物の口の中にある器官。脊椎動物の舌は筋肉でできた突起物である。筋肉を様々に動かすことで形や位置を自在に変えることができ、食物を飲み込む際、言葉を喋る際などに使われるので消化器、運動器の働きを持つと言える。その運動は非常に細かく正確にコントロールすることが可能。また、 哺乳類の舌には味覚を感じる受容器である未来があり感覚器でもある。脊椎動物以外にあって舌と名付けられた構造は脊椎動物の舌の形などとの類似性から名付けられたものが多く、その構造、役割などは様々である。中でも有名なものに軟体動物の施設がある。哺乳類の舌は口の中の下側にある突起物。人の場合、 おおむね受精4から7週目にかけて発生する。表面は、口腔内と同様の粘膜で覆われる。内部には、絶筋群と呼ばれる、黄門筋が詰まっている。内部には、骨はない。下には、絶神経、絶下神経などの神経がつながり、その機能の制御を行っている。絶神経は、複数の脳神経からの神経繊維が混ざって、入っている。下の触覚、 通覚などの感覚と味覚の情報が下から絶神経に伝えられる。そのうち触覚、通覚などの感覚はその後三叉神経と絶因神経を経由して脳に伝えられ、味覚は顔面神経と絶因神経を通って脳に伝えられる。絶下神経は下の筋を動かす運動性の脳神経である。哺乳類、爬虫類では下は 筋肉質で動かし方に自由度が高いため様々なものを操作するのに使われる。それに舌は敏感な感触器でもある。舌で拭う動作を舐めるというが、これらの動物の多くでは生活の上で重要な役割を果たしている。哺乳類の場合、猿以外の動物は指先が器用でなく最も細かな操作ができるのが口と舌である場合が多い。そのため、 体を拭うこと、治療のために傷口をきれいにすることなどは、口と舌を使って行う。これに対応して、唾液には殺菌作用がある。哺乳類では、生まれた、新生児を舐めて、きれいにし、子供の糞便も舐めて片付ける。あるいは私有感での愛部にも、口と舌を使う例が多い。爬虫類の舌もよく動くが、舐めるなどの操作に使うのは、 まぶたのないヤモリカの構成種が舌で目を舐めて、きれいにする例がある程度。それ以外のものでは感覚器としての使用が目立つ。ユーロコ目のヘビメやオートカゲカでは、舌先が二つに分かれておりたびたびそれを空中に突き出すが、これは空気中の粒子を下へ付着させ、嗅覚器官である、ヤコブソン器官へ運ぶためである。鳥類の舌は細くて硬く、あまり動かすことはできない。 巨類の舌はほとんど動かず、特に用をなさない器官であることが多い。未来の分布も少なく、むしろ口腔内の皮膚や口周辺、触れひげ、体表に多く分布している。舌で物を操作する例で特殊なものとして、カエルやカメレオンは舌を伸ばして、獲物を捕らえる。同様に捕食用に、特殊化した舌は、アリや小昆虫を取るキツツキやアリクイにも見られる。犬などが走る時に舌を出すのは、 体温を逃がすためと言われている。全身が毛に覆われているため、体表に汗をかいても熱が逃げにくいためとされる。大型動物の舌は食材として用いられている。豚、馬、牛、鯨などが知られる。筋肉質なのでコリコリしている。舌は喋ることの象徴であり、二枚舌、舌が回るなどの表現に使われる。嘘をつくと、閻魔だように舌を抜かれるなどもこれであろう。 また英語、イタリア語、ハンガリー語などのように舌を表す単語そのものが、言語を意味することがある。味覚に結びついた表現としては、舌が肥えるなどがある。舌を出すや、舌を入れるなどは、上記とはやや意味が異なる。表情としては、一般に舌を出すのは普通の状態とはみなされない。赤ん塀のように部別の表現になったり、失敗をごまかすなど笑いを誘うものとなったり、あるいは、 色気を演出するものとなる例もある。仏教における仏打の特徴の一つに、舌が大きくて顔全部を覆えるというのがある。日本の時代劇などの創作物で舌を噛んで自害というようなシーンがあり、失血死とも修練した舌が軌道を塞ぐことによる窒息死とも言われるが、舌には失血死するほどの血を出血させる大きな血管はなくまた、 筋肉質であるため噛み切ることも容易ではない。取り調べや拷問など拘束された状態からの自殺に用いられ、猿ツ輪を噛ませるか、歯を抜くことでこれを防ぐ。なお、2003年に2件この方法による自殺が発生している。一つは、福岡県で暴力団員が傷害事件を起こし、警察によって取り押さえられる際に舌を噛み切り自殺を図り、 窒息死と報道されたが、司法解剖を行い、死因は、急性心機能不全だったことが分かった。アルコール依存症で心臓がかなり弱っていて、留置場で心不全を起こしたのだろう。その時に、舌を出していたので舌を噛んで死んだように見えたのだろう。もう一つは、静岡県警沼津署で、3月26日に画家が、殺人未遂の取り調べ中に舌を噛み、間もなく死亡した事件である。 舌眼などの舌に関わる医療は、主に歯科医師や自備会が担当する。また、他組織からの移植など大規模手術が必要な場合は、医師と歯科医師の合同チームで治療が行われる。これについては、平成8年に歯科高校外科に関する検討会が開催され、悪性の高校疾患や多部位の移植が必要な治療の場合は、歯科医師と医師が適切に連携する必要があると。 している。また、舌は演歌など生理学的活動でも重要な役目を果たすため、歯科系大学病院では、高校生理学や、高校解剖学の専門家、言語聴覚士などを交えた医療を提供している。人の舌のように、扁平で先端が丸っこく、水平に広がって、受けるような形を絶情という。例えば、菊花科の登場箇所において、周辺の花びら状の花は、 絶上下という。また、その形から名付けられたものに牛の下などの下びらめ、下虫などの例がある。ありがとうございます。